能登半島チャリティートークイベントということで、皆さんご協力ありがとうございます。ありがとうございます、ね、2日前にね言ったのによくこんなに来ましたね。誰なんだよ俺はっていう話だよね。あ、そうです。我々が一番誰だか分かんないんで、はい、ちょっと、はい、まず僕はモブスタイルのターラと言います。よろしくお願いします。斉藤豊です、よろしくお願いします。バンドやってます、新平です、お願いします。一応元ここの店長の島倉です。あの写真はダメよってことね。基本写真ダメで、はい、写真 NG で、あと割と言っちゃいけないこととかも話すんで、SNS で流さないようにしてください。いいことだけでね抜粋してもらって、うん、そうね、はい。まあ、やっぱ今日斉藤のね年末に試合が終わったばっかりなので、お疲れ様でした。お疲れ様でした。素晴らしかったようございます。話していこうかというか、本当にこれ急に決まったイベントだったんで、はい、詳細も、ね、送られてきてなくて、あれを見て、あ、こういう回なんだって気づいて。斉藤豊ですよ。斉藤豊ですよ。なかなか会えないですよ。ちょっと強いんですよ。結構。割とね。割と強いんですよ。むちゃくちゃ強いです。なんかすげえ強いんですよ。ありがとうございます。斉藤さんは最近何してるんですか、その後。試合後ですか、うん、なんかラーメンの SNS しか上がってこないんです。そうですね、ちょっと取り返さないといけないと思って、ラーメンを、はい、遅れをね、はい。まあ、ラーメン YouTuber としての顔もあるので撮影行かなきゃなとは思ってるんですけど、なかなか、まあ、YouTube もちょっとこう頻度は少しこう下がるかもしれないですね。撮れるやつが限られてきてるのもあるので、まあ、結構ゆっくりしてますね。うん、まあそうだよね、ちょっと休まないとね、はい、練習とか運動全くせずですね。まだ体を動かしてない。全くですね、はい。結構もういろんな人が心配されるっていうか、連絡がすごいいっぱい来るんですけど、うん、大丈夫みたいな。でも怪我とかは全然ない。怪我はないんですね、全く、ダメージもダメージもないですね。いくつが3日ぐらい残ったぐらいで、はい、丈夫な体なんだね。まあ、もう困ったことね、丈夫なんですね。想像つかないですからね、我々には。あの状況の後とか、戦い合った後の体がどうなるかっていうのは、うん、交通事故みたいな感じですね。そうでしょう、ね、はい、もうね、本当そう、首が動かないみたいな。3日で治っちゃうんでしょそれ。何もしなければ3日2日ぐらいで、はい、ラーメンと焼肉。当日お風呂入るんですか。風呂は入るんですけど、浸かるっすか、こうやって。結構傷だらけなんですよ、マットが。そうそうか、なんかヤスリみたいに結構粗いマットなんで、はいはいはい、肘とか膝とかすりむけちゃって、こうお湯には浸かれないんですけど、こうシャワーを痛くならないようにやりながら、汗流すぐらいで、ようやく良くなりましたね、傷も、はい。なんか選手ってさ、みんな試合の日寝ないじゃん、一日ぐらい寝れないんですよね。やっぱ寝れないんだ。疲れてんなってこう気が抜けるんですけど、うん、もうドキドキしちゃって、うん、これが冷めないんで寝ないまま YouTube 撮影行ったりとかしてますね、うん、はい。みんな試合の次の日にそのまま午前中に来たりするんだよ、うん、あ、挨拶しに来てる。そうで、疲れてないのって言うと寝れないんですよねっていうんでね。疲れは感じてるんですけど、うん、もう興奮してドキドキしちゃって、うん、横になってももう全然寝れる気配がないというか、困ったなみたいな。一応寝ようとするんですね。でもまあ横にはなっては見るんですけど、うん、あ、やっぱり無理だわ。なんとかキャリアも結構あるじゃないですか。だから寝れないって分かってるから、もうなんか今日はもういや起きてよみたいなのじゃないですね。もうでも寝れないのはもう覚悟してますね。まあ横になるんですけど、もう寝れない、どうしようってゴロ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 やって、寝れたらラッキー、寝れたらラッキー、うん、僕はヨギボーに乗ってましたね、ずっと。 あ、出た、うまい、はい。もうその日のうちにいろいろ考えちゃう。その例えばあそここう行った方が良かったなとか。まだそこまでいかない。まだ試合の映像が出てない場合は、うん、記憶をこう張り巡らせて、あれどうだったかな、こうだったかなってやってる場合にまたこうドキドキしてきちゃうんですよね。だから考えない方がリラックスできるんですけど、うん、こうまだ頭の整理もできてないんで、うん、いろんなこうシチュエーションを、あの時こうだったら、ああだったらっては考えますけど、うん、それで2時間とか経ったりしてますね、はい。あんまり SNS とか見ないですかね、うん。こう追うと結構病気になったりするんで、そうね、一旦ちょっとこう離れて、離れた方がいいよね、はい、はい。うん、それ新平くんは逆にさ、この間、はい、武道館やったんですよ、彼。知らない人がいるかもしれないですけど、はい、音楽で、はい、武道館でライブをやる人なんですけど、はい、あの時は寝れるんですか。僕の話はいいですよ。チャンプの話しましょうよ。いい、はい。寝れるかどうかだけ教えてもらって。寝れるか、そう武道館の後ですか、うん、寝れるよね。めちゃくちゃ飲んで寝ます。飲むんでやっぱり、もうそれでよく分かんなくなって、なんだったら武道館の記憶もちょっと飛んじゃう。もったいない。もったいない、ね、どんなだったっけみたいな。格闘家飲めないもんね。そうなんですよね。飲みたくても飲めないというか、うんうんうん、あれは危ないんですか、やっぱ飲む
打撃のダメージがある場合はこう結構脳が腫れてるんで、はい、打たれすぎると、はい、飲むとさらにこうパンパンになって膨張しちゃう、はい、よくないとは言いますけど、ね、昔の方がああなるのはそういうことなんですよ。そうですね、脳が腫れるって当たり前に言ったんですけど、はい、あんまりみんな言わないですよ脳腫れたことないですよ、ね、まあ、打たれることがないですからね。すごいですよ、はい、俺も柔術やってて外国人にこの間ボコボコにされて今両肩上がらないですからね人体損傷ですって。なんかもう持ってるパワーがやっぱちょっと違うよね。全然違うんですよ。1ラウンド2ラウンドも取ったと思ったでしょ。そうです、まあ、うん、あのライジンってラウンドマストじゃないんで、うん、トータル判定なんですけど、ね、まあ、やってる感じは失ってはないかなっていう、うん、まあ、筋的なあれもあったんで、うん、警告出てるっていうのもあって大丈夫かなと思ったんですけど、うん、2ラウンド終わってこうコーナーに戻るときも結構もうこうずっと見てて、いやもうどうなってんのかな。いや俺でもあのあと3ラウンドテイク行ったときも、はい、自分から有利ポジを取るから行ったって言ってて、はい、かっこいい。まあ、そうですね、あの捉え方なんですけど、ね、まあ、3ラウンド取らないと勝てないって多分思ってたんですよね。だからもう始まってガーって突進してきて、うん、自分で組まないといずれ組まれるなっていうのも感じていて、うん、だからもう勝負しないとなっていう気持ちになってたんですよね、うん、だからもう先に組まれると結構きついなと思ったって思います。これはもう逃げ切れないなと思って俺斉藤選手の、はい、だからあの行かなかった後悔を取り戻せないっていう、もう俺の人生の指標があるんですけど、言うのは簡単じゃないですか、行かなかった後悔を取り戻せないって、うん、斉藤選手って全試合見ても、うん、マジで行くんですよ、ね、そうですね、意外と、はい、頭のネジがおかしいのか、ね、行くなよって思う時もあるよね。まあ3ラウンド僕はポイントアウトできないと思ったんですけど、まあ、例えば自分が引き込んでこう時間稼ぎとかして、うん、それで勝ってもどうなのかなっていうのも、うん、冷静に今思うとあって、やっぱあれだけたくさん応援してもらってあれだけ声援いただいてるんで、うん、そういう試合は多分誰も望んでないよなっていう、俺が勝ったとしてもなんか嬉しくないなっていうのは思っちゃうんですよね。俺は嬉しいよ、俺も嬉しいよ。結構、まあ、いろんな人に言われるんですけどね、あれタックル行かなければって、組に行かなければ、まあ、あれタックルじゃなくて2タップだったらなとかっていう、うん、あの今は思ったりはするんですけど、まあ、ちょっと難しいですね。俺あれね、俺行ったのかっこいいなと思ったし、ね、うん、あとあのさ、昔からなんだけど、はい、ブラジルの寝技の強い人ってそこに頭が行くよね、うん、昔からね、なんかスコッスコッと入るポジション、うんうんうん、なんかこう包み込まれるというか、ね、なんかこう受けが強いというか、ね、なんかそこに行くようにできてるっていう感じ、ね、うん、でも本当2ラウンド終わった時に、はい、やべ勝ったって思ったよ、うん、自分もいけるかなと思ったんですけどね、うんうん、ただ2ラウンド思ったより終わってもクレベルは結構元気で、うん、自分は意外と消耗してたんですよね。あ、そうか、はい、そういうのもあって、うん、いや全然スタミナ落ちないなと思って、確かにね、めちゃくちゃ仕上がってましたよね、なんかスタミナないイメージあったけど、ね、うん、はい、もう体もすごいちゃんとしてたんで、うん、おかしいなと思いながらやってたんですけどね。甘くなかったですね、逃げ切れるほど。でも終わってすごい強いクレベルでできてよかったなって思いましたね、はいはいはい、彼も結構試合で当たり外れがあるというか、うん、ムラがあるんですけど、今回は本当に仕上げてきてて、しかもあれ勝てるんじゃってマジで3ラウンド目まで思えた日本人選手って、うんうん、多分斉藤選手だけなんで、ね、あ、まあ、金原選手勝ちましたけど、ね、だからあれがまた評価がそんな落ちないっていうか、まあ、1ラウンド2ラウンドでみんな捕まってたんで、うんね、何かしらの形で決められてたってありますけど、パウンドがまたかっこいいんですよ、はい、初めて見たグーじゃなくてここあれ何パウンドつんすかね。あれはネットでは湯切りパウンドとか言われてます。全然湯切りじゃないからやっぱうまいね。湯切りじゃないですね、ネット民はね、上手です、うん、上手だね。結構アベマのペーパービュー、うん、結構コメントが湯切りだとか、なんか玉蹴られたらなんか半熟がどうのこうのとかよくわからない、最低な湯切りではないなと。魂のパウンド、魂のパウンド、すいません、湯切りにしか見えなくなってきました。今後ね、出た湯切りって言われちゃう、はい、せめてあの背脂ちゃっちゃとかしたっすよね。一緒だよ、湯切りではないなと思って、はい、俺でもなんだかんだ言って、あの12月31日試合だったですよね、はい、で俺ここで働いてたんですよ、うん、何も見る暇なくて、新平君からだけ情報が送られてきて、はい、結果負けちゃったって時ですごい落ち込んでたんですよ、ここで。だから結果それから見てないです、試合、悔しくて。なんか
まだ見てない俺。1、2取りましたっても俺多分送ってた。あ、そうそうそう、1、2取りましたやったっつってみんなにスタッフに取ったらしいよ斉藤くんとか言ってたんだけど負けました、ね、負けましたみたいな言ったらマジでみたいな。もうそっからすごいテンション下がったけどまだ見てない、はい、見た方がいい。だってクレベルにあのポジションからバウンドできた人多分初めてだと思うんだよ。そうですよね。あの、あれはなんかちょっと流行るんじゃないかなっていう、ね、あの、うん、はい、カンフキックばりに、うん、ほんそうですね。湯切りパウンドみんなやってほしいですけどねでもねあれパウンドはあのもっとこう振りかぶって打つとこうずれた時に三角とか、うん、あの待ち構えてるんで、うん、だからこう崩れないようにこう叩くっていう、はい、そういう作戦でしたね。あれって脈々とあるんですか、はい、手法としてああいうパウンドって中腰になって上から打ち落とすとか、はい、上から叩くっていうのはあるんですけど結構手も長いし足あのクローズガードってあの、ええ、胴にこう絡みつく足が強いので、はい、あれが外れるともっとこう上から打てるんですけどなかなか下からもこう肘とかいやそうよね、あれで切れるのが一番嫌だなと思って、うん、頭こう下げてたんですけど、まあ、三角防ぎながらやつは強かったですね本当に自分やった中でももう本当に上位の強さでした、ね、そ, うはい、もうそれは体なんかバチンって当たった時の強さとか強くなって組んだ時の強さなのか、うん、こう外国の選手って普段は穏やかな人でも戦いに入るともうすぐスイッチ入るんですよね、はい、もう目がいっちゃうっていうかこうスイッチ入るんですけど結構まあディスリーっていうわけじゃなくてまあ自分の中では褒め言葉なんですけど海外の強い選手の枠だなっていうふうに思いましたね。だから僕マネージャー あの終わってから遠藤さんに君には君の良さがありますよって言われて我々側からしたら、うん、シャンプーもあんま人間じゃないんですけど一緒だよなんかこっち側みたいなコメントをしてるけど一応ねあの人間らしいとこあると思ってます自分は、はい、だいぶやっぱトップオブトップの人たちはみんな我々から見たらもう、格闘家の人ってねもう全然違うと思う。でも斉藤はやっぱり良さってあの人たちはやっぱりこう言ったようにちょっと違うじゃんスイッチが入ったら、ね、いわゆる悪魔超人みたいな、はい、斉藤は人間が頑張ってここまで来た感があるからそこがちょっとあのみんなで人間応援しようみたいなあそうですね人間対悪魔超人だからねそうそうそう人間応援しますもんねそこだと思うんだよそうですね、うん、ちょっと向かい合った感じっていうのありましたけど、まあ、超えたかったですけどね、本当に強かったですね、うん、一言強かったなと強かったってなんかすごいいい言葉だね。うん確かに使えない話をしてますね。かなりこういうこと YouTube で言うとまたねコメント欄が荒れるんですよね。そうだね、はいはい。それはなんかディスじゃないか、差別じゃないかなんだって言われるんで、はい、今日も配信しないんですか、はい、とか言われたけど、うん、できるわけねえだろうって、ね、配信しない方が面白いからね。はい。皆さんの満足度は上がりますよね、うん、配信しない方。いや本当に、はい、この後ツイッターでだから。斉藤豊がこういうこと言ってたって書いてる人がいたら僕全部あのスパム広告するんだ全アカウントスパム暴力的な表現ってやるんで全アカウントするんで報告はい、うん、それがいい、はい、それがいいよ全部チェックしてみんなのためにボットですから安心します僕は、はい、でもね斉藤応援してる人たちってみんなすごくトークショーよくやるんだけど、はい、斉藤と一緒にそういうこと一回もない、うん、なんかもう、そうですね、はい、それはもう皆さんを見てれば分かりますね、うん、ということは全箇所結構言ってるってことですよね。言うよ言うんだ言うのよ。サービス精神旺盛なんで自分での変ですけど、うんねはい、それも言っちゃうんだとかここでしかない話をしたいと思いますね。田原さんがやってるアンドモッシュっていうジムで、うん、僕はそこで習ってるっていう感じですね、うんめちゃくちゃ綺麗ですよねでもアンドモッシュはあの綺麗です、めちゃくちゃ更衣室とか、ね、そうあとアンドモッシュの上に、うん、おしくらまんじゅうっていう台湾のレストラン、うん、あるんですけどすごい美味しいんでルーローハンめちゃくちゃ美味しいです、めちゃくちゃ美味しいよ、ね、めちゃくちゃ美味しい。そこの地下がジムになってて、うん2階が事務所になって2階が事務所になって、はい、事務所の話はいらなくて完結するんだよ。だから下でジムで2時間ぐらい動いて昼ご飯食べて事務所打ち合わせするっていうパッケージで歩いてここに来るっていうパターンでしたね。大体試合やってる人とかと全然違うトレーニングなんですけど、もちろんキャッ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 やってますけど、それでも1ミリもかなわないんですよね、その清水さんとかに、うん、何やってもっていう世界の人たちですね、紹介です、斉藤豊の紹介です。怪獣ですよ、怪獣、怪獣、本当だからさっき言ったモンスター的なのはもう本当そういうことなんですよ、うん、そうね、本当ね、武器使うしかないですよね、そうすね、俺らが勝つには武器使ってもダメか、なかなか1対1なら多分大丈夫です、そうです、ね、武器あってもそうですよね、はい、そう何なら3対1だったらちょっときついですね武器3人、はい、斉藤豊1人、
拳銃とかアウトですけど、もう持ってる武器ぐらいだったら大丈夫ですね。金属バットとかでもギリギリ鈍器ぐらいなら大丈夫、はい、なんとか腕一本犠牲にしてみたいな本性ですよこれが斉藤豊のさっき俺袖でね、うん、斉藤選手の後ろにいたんですけど背中でけえなお父さん見るかのように最近結構物騒な事件多いじゃないですか。多い。もう年明けて、そうね、自分がもしその場にいたらどうしようかなってもう毎日考えてますね。やばいんじゃないか。カッターナイフ振り回してるみたいな。そうで電車内でそういうやつがいたらどうする？カッター振り回してるやつがいたら。取り押さえるしかないですよね。とりあえず。まあキャラそうしなきゃいけないけど、はい、なんかやりすぎると過剰防衛みたいな、うん、プロの選手とか言われるみたいなんですけど、でもそんなこと言ってられないんで。大丈夫だよ。刃物持ってるから気絶させれば大丈夫ですよ、ね、まあ多分締めますね。ガンじゃなくて後ろ回ってグッと締めて、そういうの考えちゃいますね。物騒な世の中になったなと思って。そうね、はい、急にね、ほんと気をつけてほしいです、うん、それをだからセルフディフェンスするためにはアントモッシュに行けばいいんですよね。そういうことです。もしかしたら斉藤豊がたまになんかルーローハン食べてるかもしれないって、ね、うん、そうですね、はい、たまに行くみたいな。半年に1回でいいんで斉藤豊クラス、うん、あ、それはでもちょっとやりたいね。あ、うん、年一でもいいです、うん、年一斉藤豊クラス年一ぐらいやってもいいね。そうですね、うん、まあ、広さ的に何人入るか、うん、まあ、5人かな、5人、5、6人ぐらいですよね、うん、そうそう、4、5人入って動くとまあ1杯ぐらいの感じな、うん、まあ、それはスナック斉藤はまたやりたいね。あ、スナック企画はそうですね。そういうことすごい盛り上がったんです。あ、やったんだ。やったあ、すごいですか。そのおしくらまんじゅうって1階の店で、ね、すごい盛り上がって、一部二部でやって、そう、二部の方たちすごいみんな元気で、そう、一部はほら一部だからさ、シラフの人なのよ。ああ、なるほど。で、二部の人ってもう出来上がってきてですね、一部やってる時にどっかで飲んでから来るから、なるほど、もうスタートから酔ってんのよ。はいはいはい、それがいい感じなんですね。二部激しいなって思いながら見てたんだ。サイトがこうママとしてこう回るわけよ、席を。あ、ママとして飲みきれないレモンサワーがもう8個くらいこうテーブルに並んで全部こう飲んでいくんですけど、どん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 もう注文入るんで8個くらいこう並んでて頑張って飲みましたけど、それを2回回しみたいな。2回回し10年ぶりの同窓会みたいな感じのあの女子たちのノリが、ああいうの見るとなんかやってよかったなと思いますよね。はい、多分行った人が多分行った人たくさんいるの、あ、いますね、酔っ払ってた人たちが、それが斉藤くんに飲ませた人たちがいるわけですね。これちょっとまたやりたいですね。そうですね、うん、いいタイミングでできたらいいですね、うん、なんか一つ二つ質問でももらって、あ、そうですね、返答して締めます、うん、斉藤さん、うん、中山さんに質問がある人、はい、質問ある人挙手。はい、どうぞ。はい、斉藤ね、ベロベロになんないのよ、このまんまなの。少し饒舌になるんだけど、ベロベロにならなくて、20数年格闘家とサポートしてずっと仲良くやってるんだけど、どんなまともな格闘家でもたまに、あ、そうだ、こいつ格闘家だったんだって思うのよ。斉藤はね、それがないのよ。ちゃんとしてるっていうか、まあの、ただ知らんではないですね、自分は。うん、知らんではないよね。知らんではないですね、飲むと切り替わる人とかも結構多いですよね、うん、格闘家の人は。だけどね、全然割と悪酔いはしない、はい、そもそも先にいつも俺がいつもあの田原さんの方が先にあの俺がね、ベロベロになっちゃってね、同じ量飲んでも、うん、どうぞ。じゃあ、はい、じゃあどうぞ、はい、斉藤さんから見て、斉藤から見た強くなりそうな方、おじさんって言わないで。ほんとごもっともっすね。はいはいはい、やってたら強くなってた人、どう、格闘技を強くなるっていうのは練習をまず続けなきゃいけないのと、うん、確かに結構こう精神的なものは大事かなって自分は思ってるんで、まあ、選手目指すんだったら飲みに行く、遊びに行くよりもまず練習だったり試合優先しないといけないんで、唯一酒飲まないじゃん。あ、酒飲まない。あ、お酒飲まないのはすごいポイント高いと思います。高いんすか。はい、もうスポーツ選手はダメだ。今俺ではないっていうのは分かる。でも島倉さんってプロの試合に出るかどうかのところだったんですよね。いやいやいや、アマチュアの試合に大昔にね、決まった途端に車にはねられたんですよ、カンパチで。後ろから居眠り運転にボーンって飛ばされて、ほらこういう運がないやつってほら、そう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 、強くならないから、もう直前でダメになる。2ヶ月前にあのもう引退しますぐらいの感じで、で全身打撲と靭帯、左足の靭帯で救急車脳外科に運ばれて、頭打ってたんで、
あ、脳腫れてたかもしれないね、その時。交通事故。交通事故。例の試合終わった後みたいな感じで。そうそうそう、なったと思うよ。交通事故だったっぽいって言ってたじゃない、試合終わった後。まさに俺はもうちゃんと交通事故にちゃんと車と。カンパチを通行止めにして。あれですよ。試合後はあれですよ。あれだ、あれです。本当に嫌だ、二度と嫌だ。僕は2週間入院しました。重症ですね。重症でした。多分島倉さんが一番向いてるんじゃないかなって。これ思い出したけど、ちょっとドキドキしちゃっても今のあの嫌すぎて、あの感じ。はい、他に質問、はい、質問ある人いますか。あ、どうぞ、はい、ありがとうございました。はい、いいね。試合相手ですか、対戦相手というか試合。そうですね、パッと浮かぶのは浅倉選手1回目やった時は向かい合ってちょっとただもんじゃないなっていうのはやっぱり感じましたね。なんかみんなが強いし、いろんな声で彼はすごいってこう大きく見えるのかなって対峙して思ったんですけど、こう本当に隙がないというか、向かい合ってみて、いやこれは苦戦するなってやっぱ思っちゃいましたね。1ラウンドの本当に最初立ち会った時、今までそういう経験がなかったんで、いやこれ本当に強いんだなってやってみて改めて思いましたけど。真島選手の時ってどうでした。あ、真島さんの時はいけると思いましたね、俺はね。ずっとその斉藤がシュートのチャンピオンになって、ワンにシュートのチャンピオンがみんな出る時に斉藤が出れなくて、そういう苦節で苦労してみたいなのがあって、そういう話もしてて、でも斉藤はさ、もっといいこと絶対あるよみたいな話をして盛り上がってる時に、ありましたっつって来たわけ、ライジン決まった時に、マジで、やったねっつって、相手はっつって、真島ですって言った時に、真島か、すげえ強いんですよ、真島さんが。そうですね、当時は13連勝とかしてて、12一本みたいな、まあ、クレベルみたいなほとんど決めて勝ってるみたいな感じ で、ね、で年齢もその時27とか8ぐらいだったんですよね、真島さん、いい時で。いやーと思ったんですけど、まあ、でもやったら多分今の自分だったら大丈夫じゃないかなと思って向かい合って、うん、まあ大丈夫だろうと、いけるだろうっていう感覚はありました。そんなにこう大きく見えなかったというか、立ち会ってみて大体分かるんですけど、これはいけるなっていう。絶対俺たちには分からなかった、ね。まあ、でもめちゃくちゃ強いですけどね、真島選手も本当に強いなと思ったんですけど、これはもうワンチャンスあればいけるみたいなあったんで、プロ格闘家だけのスカウターっていうか、見て分かる分からない。結構やっぱアマチュアから何戦もやってきてるんで、その立ち会った段階であこれはっていう選手はやっぱ結構、はい、感じれる力はあるかもしれないです。雰囲気というか面白い、はい、その時ね、真島に勝って朝倉選手がさ、はい、シュートのチャンピオンってこんなもんかよ、やってやりましょうかねって言った時に、タイミングが合えば言ってた、言ったでしょ。それでイラッとした朝倉選手がやろうぜって言ったらタイミング合えばって言ったんだけど、斉藤って近々焼肉でも行こうよって言ったら、はい、タイミング合えばって俺にも言う。別にあれ喧嘩売ってるわけでもなんでもなくて、普通だったんだよね。ただ普通に押すみたいな話だったんだけど、はいはいはい、朝倉選手拾っちゃったんだよね。拾っちゃったんだ。あれ、ね、でもあの時本当にいろいろあって、うん、僕控室朝倉海選手の時一緒だったんですよ。へー、その真島戦の時ですね、うん、これね。はい、ダメですよ言っちゃう。じゃあすいません、ちょっとお時間なので。そうですね、はい、どうします、本当に写真撮ってよければ。そうだね、はい、じゃあ、はい、じゃあ新編お願いします。新編お願いします。はい、皆さん、はい、チーズ。すげえ、ありがとうございました。皆さんどうもありがとうございました。っていうか本当にご協力ありがとうございます。楽しい話ばっかりじゃなくて皆さん募金もすごいしてくれたみたいでね、うん、そうでした、本当ありがとうございます。で今日 のチケットの売り上げは全部支援金を寄付させてもらうんで、皆さんの気持ちをそっちに伝えるようにするんで、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。